肉気づいてない、どういうこと？肉気づいてない、どういうこと？リスナーさん落ちてる？どこに？ああ、今白菜の漬物やってるから、ちょっとお父さんもできないあれもこれも。待ってやちょっとは。卵分かってるから、効率よくやってるから、今絞ってるから。火止めてるよ。お久しぶり。うわ、カイさん来た。ファンタスティックあります。美味しそうだね。今チゲ作ってます。カイ社長お久しぶりじゃないですか。また帰ってきてくださいよ社長ね。え、料理上手、本当。まあ褒められると嬉しい。ただね、天然ストレートってやつはね、本当にダメだよあれは。俺が作った中華丼5点中2点って言った男だよ。もうあれは本当にダメ。天然ストレートってやつはちょっと今後の付き合い方考えようと思ってるよ。はっきり言って。それなら3点ぐらいにしない？3点ぐらいに。お皿ないんでラーメン丼いきます。なんかついてるか。これがマジでうまいんで、もう一回絞ろうかな。ちゃんと絞ったんだけどね。絞りすぎなくていいかなこれ。手洗ってよ、もちろん。みんな食うんだから。オッケー。あ、プーさんのお皿使えばよかったね。確かに確かに。よし、この前落としたからな。ここでもう洗っちゃうの。手際命だから、まあ、少々別にね、ちゃんと洗い流せば問題ないから。体と一緒よ。お湯をかけたらいいでしょ。体も綺麗にやらなくても OK。 だいたい流れってあるかな。流れに逆らってまで丁寧にやる必要ってないんだよ。わかるでしょ、主婦はね。ちゃっ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 てやりたいでしょ。流れってね、テキパキしてるでしょ。で、俺のおばあちゃんがね、テキパキだったんだよ。でも菜箸をこういうとこに置いてるおばあちゃんだったから嫌だったね、食べるのが。もう勘弁してよと思いながらも、で、見ると食いたくないから見ないようにしてる料理を。
口出したら怒られるからね。殴られてたの、お前。うわー、卵の殻が取れないわ。全然ダメだね、これ。ボロボロなってるわ。なんでだろう。これはもう食べるわ。全然ダメだわ。うまいんだろ、ゆで卵。マヨもいいけど、やっぱ塩がうまいな。で、卵はタンパク質だから食べても太んないから。で、この薄皮取れたら綺麗に取れるんだよな。薄皮がいけるかも。え、塩入れずに茹でた。塩入れるの？夏だから水道水がぬるいな。こいつは言い訳がましいことばっかりやし。お前嘘つきやよ。国事件に食べてダイエットもクソもない。太るに決まってる。こいつ痩せる気ないし、そんなの分かってるし。食うのが下手だわ。こうも剥けないもんかな。なんかくっついてるねこれ。新しい卵は剥きづらいんだ。あ、あるんだね、そういうの。これ、皮だけ潰して中入れとこう。なかなかイライラする。鍋見とく？鍋のコーナー行っとく？お、つるっといった。殻を取ろうとするんじゃなくて、全体的にひびを生えさせることによって取れるんじゃない？ね、殻を取ろう取ろうとしちゃダメだよ、ほら。自然とめくれるのを待つ、ほら、そういうことよ。殻を取ろうとしちゃダメだよ。ひびを生えさせる。ひびを。うわぁ、やばい。変な力に入れたことで。半分に割れちゃったわ、これ。割れてないところから取らないと。うわぁ、半分に割れちゃってるわ。どうしよう。割れちゃった。クパーしちゃった。うわいいね。取れる取れる。 OK。 うさこからライン。うさこちゃんどうした？見てる？どうした？
どうした、朝子。はい、こんばんは。はい、こんばんは。鍋が心配だな。うわー、いい感じじゃん。どうよ、うまそうじゃん。ただ肉が火通るかな。もっと肉を下にした方がいいと思うな。下に入ってない肉。これ痩せるで。どうや、こっちげ鍋。
それで食欲を抑える2パックのもやしでこれでご飯代わり、とりあえず抑えるわ食欲を。やばい、タラちゃんみたいになってる。タラちゃんじゃないの、タマ、サザエさんのタマちゃん、タマみたいになってるの。お前覚えてる、あのなんか蓋かぶってるやつ最後に出てこなかったっけ、サザエさん。わかる。じゃあ麺いきます。でマリオがいらないっていうことなんで、大輝と公平の分で、マリオはマサヒロね。マリオの下は公平、大輝、マサヒロなんで覚えてね。これ筋切ります。硬いんでね、ここの筋、これ一手間加えてあげて。安い肉だから筋が硬いから切ってあげないと食べれない。筋が硬いからね、この辺。でこうあのフォークで刺すのダメ、こう十字架がいい。十字架これ両面ね。で塩コショウ、味も染みやすいんでこうやってやっとくと一石二鳥なんですよ。筋が硬くなくで塩コショウもしっかりとバッチリ入るんで。ただパルパルが大好きなお米がないからね。お米が今日は、マサヒロお腹いっぱいだって。使ったらすぐ洗う。手だと洗っちゃう。オッケー。でもやしが全く。全然機能してないの。鍋作ってます。加えるか。米湯やめて、米の誘惑。これリスナーさん試してみてね、マジでうまいから。もうわさびを肉で、肉をわさびで食べるのはみんな知ってるでしょう。でもあらかじめこう染み込ましちゃう、これがね、まあうまい。これマジで騙されたと思って、でも味付け先にしちゃうってやつで、
あのわさびの変な辛みがなくなるんで、焼くと。これおすすめ、うん、うまいでしょね。でバカは分かんないの、バカにするけど実際やってみないから。やればうまいんだよ、間違いなく、うん、風味がマイルドになるからちょうどいいの。もやしはちょっとシャキシャキ感があった方がいいから、二郎ラーメンと一緒、これ、こんな感じ。これ OK、 完成。じゃあ麺焼きます。で、だいたいもう手を置いてられないぐらい、火加減っていうのはもう全然余裕でしょ、これ全然ダメ、白いの何？卵じゃない？ご飯我慢してるんだよ、ダイエットだから。だからこのもやしとか野菜食べて、なんとかお腹いっぱいにさせる作戦。これでなるかどうかちょっと試してみよう。で、油なんか引かなくていいから。肉から油出るからね。この音ね。この音ちゃんと覚えてね、耳で。この音ね、うん、まだかな、うん、ちょっと違うな。この音、あ、ナイス押してください。ナイス、寝る前に。パルかわいそうって、あのスキヤあるやん、頼んだスキヤが、うん、スキヤ食べたらいい。かわいそうってね、どこまでもブクブク食べさせて200キロ行くことが本当の幸せなの。それも考えようだよ、かわいそうとか言ってる人。食わせればいいってわけじゃないの。痩せれるわけないっていう人は肉が太らないっていう事実を知らない。肉イコール太ると思ってる。肉って太らないんですよ。肉はどんだけでも食べてもいいの。はい。だからもう常識が惑わされてる。肉、油、太るってイメージでしょ。全然違うから。全然太んないんだよ。で、時間考えろって言うけど、俺はあれだから、これが定時なんで問題ない。言うなら朝ごはんみたいなもんだから、だから一番いいね、焼肉行ってサラダと肉食べればいいね。で、クルちゃんは昔ね、野菜と肉食べてた、好きなだけ。全然痩せてたよ、ガリガリだったよ。オッケー、あんま焼きすぎても安い肉だからこんなもんでオッケー。うん、これでオッケー。じゃあ2発目いきます。来る人って、いや昔ガリガリだったんで、俺と付き合ってる時、多分ストレスで。
ぱりね、筋ボートを入れちゃうとやっぱ肉がホロホロになっちゃうね。これだから柔らかいんで、ちょっとなんかひねったな、硬くなっちゃったな。どうなったんだろうこれ、なんかおかしいな。まあいいか、200のやつありがとう。いや、これしか売ってなかったんだよ、スーパーにね。片付いてるんで、ここ評価してほしい。リスナーさん、綺麗じゃない俺料理がね。ゴミも全部入れてるよ、全然汚れてない。ここ評価してほしいね。これできないんだよ、家に来て掃除するやつ、あの料理作るやつ、出来はよくできないんだよ。机が汚い。もやしがやばい、もやしがしなしななってまう、もやしがしなしななったら終わりなんだよ。
大輝飯屋で。大輝、ご飯、うん、じゃあ、ご飯食べたいなら月夜のご飯食べな。マリオお兄ちゃんは、マリオお兄ちゃんは呼ぼうか、いらない。辛いの食べれる？パルが大好きな卵いっぱい入ってるからね。うわ、うん、おでん？うん？ちげえ。おでん。味薄いかも。薄味にしてる。おでん。食べるで。タネはいらない。こうやって。すごいグズグズってる。焦げてないから、焦げてはないと思う。下の焦げてるかもしれない。マリオ兄ちゃんはいらないって。じゃあリスナーさん、いただきます。いただきます。とかどうか、はんぺん、はんぺん、牛すじは、卵は、牛すじいる、こんにゃくも入れて、こんにゃくもいる、大根は、大根はいい、もやしは、もち巾着がいい、もち巾着、野菜も食べな。はい、熱いで、手につくで、はい、ありがとう。これなーに、これあのステーキで、味付けが俺風だからそこを評価してほしい。いただきます。ちなみにわさびすり込んでます。わさびを、あ、柔らかいね、これ柔らかい、うん、筋入れてるから、筋入れてます。あ、うまい、うまい、わさびが